こんにちは、吉谷さん。誕生日おめでとうございます。私のことなんですけどもね、今日から49周年でございます。まあ小野田さんもね、48歳の時にあと2年で50だよみたいな動画をたまに上げていてね、今とっくに50過ぎてる小野田さんなんですけども、いやなんかね、こう比べてみると、比べてもしょうもないんですけども、小野田さんみたいになんかね、私ね、明るくないですね。なんかね、気がついたら、あの小野田さん本当によくやってるなっていうのが、あの、まあ、セミナーをね、細かくやったりとか、レジャーをどんどん立ち上げたりとかね、人間関係をね、なくしてないんですよね。すごいなと思いますよね。私はどちらかというと人間関係がなくなってしまってですね、こう隠居なんて言ってるんで特にそうでしょうけども、ご相談をいろいろいただくんですよね。で、私もなんか、まあ、隠居して5年になるんですけども、徐々にこう家族との時間っていうものをずっとシフトしてね、あの仕事をしないようにとかもしてるし、FX のね、あの講義とかは結構出かけて行ったことがあるんですけども、ここ1年2年はそういうのもなくって、でなんかそのリアルタイムチャットとかも私ね、もうほんと時間がもったいないんでやらないんですよ。一方的に動画を送って好きな時に見てねみたいなタイプなんで、そうなるとね、なんか本当に一方通行になってくるかなと。つまり何が言いたいかというと、はい、多くの人が自由を求めてます。で、お金の自由でしょ、時間的な自由でしょ、求めてるんですけども、自分一人でそれを得てもなんかね、多くの人から離れていくばっかりで、本当にそれでいいんでしょうかってなっちゃうんですよ。で、今のね、私のね、一人の時間の過ごし方って、なんかこう本を読むみたいなね、で本もいっぱい取ってもうなんか考えられないぐらい読んでしまってですね、しまいにはこう読む本がないことはないんですけども、すごい暗い人生になってきたような気がしますね。なんかなんだんで、吉谷さんもね、なんか全然へいっちゃらで自転車買ったりとかしてイエーイとか言ってるみたいですけどもね、その気になったら R34 を買っ飛ばしたりとかあるんでしょうけどね。なんかね、結局買ったセルシオも乗らないですね。なんかアメ車もね、全然こう当初みたいにいろいろと関わってくる人も減ってきたっていうかね、ツーリングに誘われたりとかイベントに誘われても行かないんでね、いいんでしょうかみたいな感じになってきましたけども、なんかこの、まあ私なんかなんですよ、小物ですけどもね、なんかこう金持ちとか自由になると孤独になるらしいですよね、なんかね。まあかといってなんかね、やりたいこと別にないんですよね。やりたいことがなくなるように活動していたところがあるんですが、なんかよくね、人間関係が煩わしいみたいなことを言う人もいますけども、人間関係がないのも煩わしいかもしれないです、はい。ということでね、今回は浅大輔さんの話してくださいましたけども、浅大輔さんはまあ首から下が動かない、17歳からでも多くの収入を上げて自由な時間を満喫して、また多くの方に慕われてますよね。だからああいうふうにね、なんかこういい人になっていかないといけないのかなと。私はどちらかというと、世間的にはいなくてもいい人っていうのはね、どうでもいい人になってきたのかなっていうことを感じる、今日この頃49歳のスタートでございます。まあ、49歳はね、ロンリーの出発みたいな感じですね。多少自虐的になってますけども、あ、こういうふうになっちゃうんだっていうふうにね、気づくところありましたね。なんかねえかなみたいな感じですよね。あ、そうそうそう、それ何が言いたいかってことなんですけども、ちょっとね、動画バッテリーがまたなくなっちゃったら一旦切りますね。